竹内です。キグス1月号ギアナビ、今回の動画でご紹介するのはこちらです。マイケル・ケリーギターズのフォルテポートコア、かわいい。フォルテポートコアと言ってるぐらいですから、このトップ版にコア材が使われているというですね。で、まあ、一応サイドとバックはマホガニーなんですけど、見えちゃいましたね今このギターの驚きポイント。普通まあここは分かりますよ、アコースティックギター全面にね穴開いてる。普通はここの真ん中に開いてますけど、音を増幅して出すためにね。これここに開いてですよ。これ一応エレアコなんで刺さってます。でここに開いてるってことは、演奏してる人にとってはここから増幅されたこう音が聞こえるんで、プレイヤー的にはものすごい聞きやすいんですよ、この穴から出ているということが。でお客様はこのラインを通った増幅された音をお聞きくださいみたいな、まあアコギとしては新しいっちゃ新しい考え方ですよね。ここあのモニタースピーカーみたいな演者用みたいな。でも決して鳴りがちっちゃいわけじゃないんで、生音で聞いてもすごいいいですけど、今ちょっと生音を実際出してみますけど、これがもうこびっくりするぐらいドモフト聞こえるじゃないですか。ピックでも弾きますけど、まあこれはだからここの効果もあるわけですよ。僕今このピンマイクですから、マイクがここの距離近いんで、ここの音がピンマイクにも乗ると。だからある意味この今時というか、配信例えばする時とかにピンマイクで配信してる人はここでこれでもう済んじゃうじゃんみたいなことにも なるわけですよ。非常にそういう意味ではよくできてる。でこれ喋りながらライン出しちゃうと混ざっちゃうんで、純粋なラインの音を聞いてもらうために一回僕のマイクを振ります。はい、帰ってきましたマイクが。ということなんですよね。非常にラインも使いやすい音で、ここを一応見てもらうと、もちろんチューナーもついてるんで、チューナーボタンを押せばこのラインがミュートされてチューニングもできると。あとフェーズスイッチがついてます。これあの位相が、波位相っていうこの音の波が反転するんで、例えばステージとか転がしとかいろんな外の音が干渉するときにフェーズスイッチを押して、どっちが響きがいいかって変えたりとかできます。あとコンツァーっていうのがあるんですよ。これが結構変わるんですよね。なんでこれ今もうマイクと両方出ちゃいますけど、実際今この状態で音を出すと、出てるよね。これだからすごい自然で、ラインとこのここが自然すぎて、これ出てますから、ライボで。コンツァーを押すと、あ、なんか上広域だけじゃないんだけど明るくなるのかな、こういう感じなんですよね。非常にこれコアっていう、そのね、そういうちょっといい軽やかな響きの木を使って、こういうエレアコでっていう状態で5万円切ってるってどういうことっていう。だからまあ、ちょっと特殊ですけど、この穴とかの形状はね。でもこれが意外に僕はいいなと思うし、本来のアコギはこの前にあって、聴いてる人に音を飛ばす意味で前にあると思うんですけど、これは前に飛ばしつつも、こう自分にもこうなんか広がるっていう。決して生音も小さくないし、なんかある意味このご時世というか、意味使いやすいギター、あのこの価格帯で手に入れられるっていうのはすごいなと思いました。というわけで今回ご紹介したのはマイケル・ケリーギターズのフォルテポートコア、ご紹介しました。